はい、こんにちは。始まりました、フォトグリッシュです。今日はチャプター4からチャプター5に切り替わる直前のシーン、電車に乗る直前のシーンですね、のセリフを解説していきたいと思います。それではまずノーヒントで聞いてみましょう。その後に解説をつけています。で、最後に日本語版と復習用の英語版を載せているので、ぜひシャドーイングに活用してみてください。それでは行ってみましょう。 Can't wait any longer. All right, peopleMission starts the moment we board that train. You sure you ready for this? Do you think Biggs is on schedule? All we can do is hope. Today really gotta be the day, huh? Ain't no stopping this train we're on, son. A lot of people risk their lives to get it rolling.Already put the word out, more's coming too. Shut them all down by the day, but we shut another down for you. Ain't on us, not us. Play it cool. Alright, people. Mission starts the moment we board that train. 最初の Alright, people と言っているのは、よし、いいか、お前たちという感じで言っています。で、この Alright の発音が It に近い感じで発音されているんですが、結構ですね、このバレットはこういう発音をしますね。で、Mission starts の後ろに The moment というのがあるんですが、こちらはそのまま意味を考えると瞬間という意味になるんですが、The moment SV で接続詞の役割になります。で、 S が V するとすぐにという意味ですね。で、 We board the train なので、その電車に乗ったらミッションがすぐ始まるぞという感じになります。ボードはもともとは板という意味なんですが、これは船の看板を表してるんですね、もともと。で、その船や列車やバスや飛行機に乗るときにボード何々という形で使います。前置詞はいらないので、そのまま今のようにボードザトレインというふうに覚えておきましょう。 You sure you ready for this? B 動詞が省略されています。で、 You sure の前には Are you sure ですね。何なんだと思うか、何を確信しているかっていう感じの sure になります。で、その後に You ready となっているんですが、こちらもともとは You are ready ですね。で、 Be ready for 何々とすると、何なんの準備ができてるという意味になります。準備できてるかっていう感じで聞いているんですね。 Do you think Biggs isOn schedule? で、 It's on schedule と言っているんですが、こちらはスケジュール通りに動いているという意味になります。で、 Biggs はスケジュール通りに動いてるかなっていう感じで聞いていますね。 All we can do is hope. で、 All we can do というのが、直訳すると私たちにできるすべてのことっていう感じになります。それが Hope、 望むことだっていうふうに言ってるんですね。希望を持つことだと言っています。で、一応この形は All と We can do の間に、関係代名詞が省略されていて、私たちができるすべてのことというふうになっているんですね。で、一応これは All you have to do とか他の形でも使うことができます。 All you have to do とすると、あなたがすべきことのすべては何なんですという感じになるので、あなたは何なしさえすればば良いという意味になります。 Today really gotta be the day, huh? で、この got もよく出てきますね。で、こちらは have to と同じ意味になります。なんなんでなければならないということですね。で、今日が本当にその日じゃなければならないのかという感じで言っています。こう、作戦を実行するのは今日じゃなきゃいけないのかっていうふうに聞いているんですね。 Ain't no stopping this train we're on, son.で、こちらがちょっと難しいと思います。で、Ain't no stopping this train と言っているんですが、この Ain't no というのは、Ain't というのがもともとは Isn't とか Aren't とかのように、be 動詞プラス not を言い換えられるものなんですね。で、こう not と no が並んでいるので、こう2つ否定がある、二重否定のように見えるんですが、一応こちらは見せかけの二重否定になります。で、否定の意味としてはもう一つの no だけ考えれば十分ですね。で、この後ろに stopping と取っているんですが、形的には there is no ing という表現があるので、それと同じように
考えましょう。なんなんできないという意味になります。なんでストップすることはできないと言っているんですね。でこの ain't no の形はバレットがよく使っているので、その表現を覚えていければいいかなと思います。で、This train we are on と言っているのは、俺たちが乗っている電車ですね。で、俺たちが乗っている列車は止められないんだというふうに言っています。で、一応ここで言っている train というのは、比喩的に言っていますね。で、こう、作戦のことをこう train に例えている感じです。で、俺たちが乗ってる、俺たちが行っている作戦はもう止められないんだという感じで言っていますね。で、チャプター2の最後の方でも、作戦とかをこう電車に例えているシーンがあったと思います。A lot of people risk their lives to get it rolling.で、アロッタというのはアロットオブのことですね。で、多くの人、たくさんの人が risk to their lives と言っているので、命を犠牲にしてる、命をかけてる、危険にさらしてるっていう感じですね。で、何するためにかというので、to be が使われています。で、to get it rolling。で、roll というのは一応列車が進む、車が進むといったそういう意味があるんですね。で、ここでは get OC、get it ing の形になって、その電車が進むようにしているという意味になります。で、get OC は OC にするという意味がありますね。なんでその作戦が進んでいくように多くの人がこう命を危険にさらしてる、命をかけてやってるんだというふうに言っています。 Already put the word out, more is coming too. で、 Already put the word out という表現ですね。で、このput the word out という表現は、こう言葉を出すという感じですね、直訳すると。なんで発表するとかっていうふうになります。で、More is coming と言っているのは More is come, more is coming ですね。で、ここで言っているのはそのさらにこれから何かが起こるよというふうに発表しちゃってるって言ってるんですね。 We shut them all down by today, but we shut another down for you. で、どういう内容かというと Shut them all down by today ですね。この場合は7までになります。で、今日までにそれら全部をシャットダウンしないと。で、このシャットダウンはマコールを止めるということですね。で、そうしないと。で、命令文 or SV の形で、さもないとになります。で、We shut another down for you ですね。で、俺たちはお前たちのために、もう一つ、シャットダウンする。で、こっちのシャットダウンは、爆破してシャットダウンするという意味になっています。なんで、まあ、今すぐマコールを止めないと、もう一つ爆破するぞというふうに予告したと言っているんですね。Ain't on us, not us.この ain't がまた出てきていますが、こちら isn't の代わりになっています。で、一応 it が、隠れているというふうに考えられるんですが、その責任が俺たちにないと言っているんですね。その責任は俺たちにあるんじゃなくて信頼にあるんだというふうに言っているんだと思います。で、一応この on は接触のイメージがもともとあると思うんですが、なんとか is on 何々 on 誰々とすると、何々の責任が何々にあるというふうに言うことができるんですね。 play it coolPlay it cool はそのままなんですが、クールに振る舞えということですね。で、冷静に振る舞え、落ち着いて振る舞えという感じになります。バレないようにということですね。はい、今回はこれで終わりたいと思います。一応このリクエストいただいてたところはチャプター5の列車の中での会話だったんですが、チャプター4のこの最後のところも結構セリフが良かったので、先にこちらを解説しました。次回チャプター5に行こうと思いますね。で、また引き続きコメント欄でリクエストを受け付けたいと思いますので、コメントに書いていただければと思います。で、再生回数が伸びやすくなるのと、あと個人的にまあ励みになるというのもあるので、ぜひまあ絵文字一つでもコメントを残していただけると嬉しいです。あとはまあ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。おう、列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。ピックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。マコール止めないと今日もやめてな。悪いのはシンガだ。
しれっとしてろ。Alright, people. Mission starts the moment we board that train. You sure you ready for this? Do you think Biggs is on schedule? All we can do is hope. Today really gotta be the day, huh? Ain't no stopping this train we're on, son. A lot of people risk their lives to get it rolling. Already put the word out, more's coming too. Shut them all down by the day, or we shut another down for you. Ain't on us, not us. Play it cool.